ドラゴンの少年よ、やっと会うことができたな。あなたは？私は網人ザドクだ。9世紀の研究を行っている。まずはこれを受け取ってほしい。かつてドラゴン乗りだった男の記録だ。彼はこの里を率いたシーカーであり、ガッシュの師でもあった。どうしてそれを僕に？君に託されるべきものだからだ。彼と同じドラゴン乗りの君にな。ガッシュから話は聞いたかね？うん。でもいきなりあんなこと言われても。そうか。まあ無理もないだろうな。君に渡した書物にも書いてあるが、君のドラゴンには塔を破壊する力がある。我々が君を監視していたのもそのためだ。だが塔は世界中に散らばっている。その全てを破壊するにはおそらく数百年以上の時を要するだろう。そんな。しかし彼女の存在が状況を変えた。彼女の力を使えばおそらく。アゼルのことか。アゼルに何をさせるつもりなんだ。セストレンへの道を開いてもらう。彼女にならそれができるはずだ。セストレン。この世ならぬ道で塔とつながり、すべての塔を滑る魂の器。9世紀の記録にそう記されている場所だ。ガッシュはそこを攻めるつもりなのか。そうだ。彼女がドラゴンをセストレンに導き、ドラゴンがセストレンを破壊すれば、すべての塔は一瞬で死ぬため。行きなさい。何かの役に立つかもしれん。様子は？大丈夫か？うなされてたみたいだけど。うなされてた？ああ、悪い夢でも見たのか？あの人を殺したの？私が。夢？そうか、夢。何？夢を見るのが初めてみたいな口ぶりだな。初めてよ。今まではこんなことはなかった。あの人は？死んだよ。クレイメンは恒星生物に殺された。だけど奴は本望だろうよ。自分の主張通り間引かれて死んだんだからな。あんたが起こした恒星生物にな。ガッシュ。そんな目で見るなよ。俺だって彼女が憎いわけじゃない。ただ誰が敵か気づいてほしいだけだ。現れました。方位07、2500リオン。ものすごい数です。どっちだ？恒星生物とグリグオリグ、両方です。わかった。すぐ監視台に行く。
しばらく一人にして。ちょっと待って、まだ名前も聞いてなかった。僕はエッジ。エッジ、ありがとう。した時、ゾアの町が吹っ飛ぶのが見えたよ。あんたに見捨てられた町がね。見捨てられただって？しらばっくれてもダメだよ。シーカーからあんたのこと聞いたんだ。神の使いのくせにどうして町を見捨てたんだよ。僕は神の使いなんかじゃない。この間まではただのハンターだったんだ。でも今はドラゴンがいるじゃないか。なのにあんた、蜂を守ってくれなかった。主を失っても、その行動を止めはしないか。環境に恒星生物がびっしり張り付いてる。おそらく生存者はいまい。じゃあ、コントロールを失って手当たり次第に攻撃している。今のやつは敵味方の区別なく攻撃するただの殺戮兵器に過ぎん。第二次防衛戦までは放棄させろ。急げよ、時間がない。はい。エッジ、頼めるか。あのデカ物だけは俺たちの手に負えん。そのつもりで僕をここに置いてたんだろう。消耗しただけだから自然に回復するわ。ならいいけど、何か食べた方がいいんじゃないか。目覚めたばかりの子、あの人も食べ物や水をくれたわ。だけど私の体は地上の糧を受け付けないわ。ここに残るように言われたの。何かあるといけないからって。私に守られる理由なんてないの。